終わりました、スーパー耐久第3戦富士24時間レース無事終わりました。結果的には ST2 クラスクラス優勝を達成することができました。かなり、去年のレースはですねスタート30分ぐらいで、アクシデントがあって、まあ、ドアを交換したりしてなかなか思い通りの展開ではなかったんですけど、今年は車の調子もすごく良かったですし、チームもノーミス で僕たちドライバーもノーミスで、まあ、最初イレギュラーのピットは何回かありましたけど、まあ、最終的にはかなり後続をぶっちぎって優勝できたんで非常に嬉しく思います。リベンジを果たせましたので嬉しく思ってます。まあ、これでチャンピオンシップもだいぶこういいところに来ましたので後半戦残り3戦ですけどチャンピオンに向けて精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。無事24時間レース終わりましたが、はいはい、まあ、夜のダブルスティントなど走ったり、ね、結構大変なところを走ったと思うんですけど、はい、どうでしたか。井口さんが最初にダブルスティント行って夜、はい、井口さんがかなりハイペースで前との差をチリ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 と詰めていってたので、はい、僕もそれに続いていけるようにと思って、はい、その後井口さんからバトンを受けてダブルスティント行ったんですけど、うん、僕もなんとかいいペース走ってたよね。そうです ね前との差を詰めて逆転するところまで行ったんだもんね、みたいなので本当にそこは良かったかな。そこで逆転を1回したんだけど、はい、明け方ぐらいにしたんだけど、はい、またちょっとピット入ったりして、そうだよね、はい、また逆転されて、で6号車に、はい、まあ、ちょっとアクシデントもあって、そうですね、我々がトップに立ったわけですよね。そうです。嬉しいですか。めちゃくちゃ嬉しいです。もう去年のがあったのでよかった。今回、はい、両親も応援に来てて、はい、1位で終われてよかったね。そうですね、1年に1回ぐらいしか見に来てくれないので、はい、まあ、そこでちゃんと持ってるね、いいところを見せれたのでよかったですね、うん、以上、じゃあ慶応ボーイの石坂選手でした。はい、ありがとうございました。